今日は背番号11番荒谷博秀選手にお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶイメージが変わりましたね。はい、バッサリバッサリ髪の毛を短くしましたけど、はい、これ切ったの去年。そうです、年末。年末ぐらいで、ちょうどじゃあ今日から2月で1ヶ月ぐらい、1ヶ月経ったところですね。はい、どうですか、こう自分自身。楽ですね、本当に楽。それはこういろいろ先発とかいろいろな、朝はやっぱり寝癖ついちゃうんですけど、うん、はい、それでもやっぱ楽ですね。髪洗うのもね、はい、荒谷選手というとこう長髪、そしてまとめてね、そうプレーというイメージを持ってたんですけど、やっぱりあれですね、こうガラッと気持ち的なもの変わる感じですかね。いや、それは分かんないですけど、うん、でもこういろいろ楽しめるなって感じはありますね、いろんな髪型に。ちなみにどうしてまた。いや、もう年末ちょうどで切れるタイミングがあればそこって決めてて、うん、はい、そこじゃなかったらシーズン終わりって決めてたんですよ。あ、そうだったんですね。もうどっちかで切るっては決めてて、うんうんうん、もう去年もう夏オフシーズンとかもうめんどくさすぎて、はい、うん、やっぱ汗かくじゃないですか夏は。あ、そうですね。でもシャワー浴びるのに悩むみたいな、うん、髪長いと、ええ、だからそれがもう嫌だったんで、オフシーズン入る前にはって決めてたんで、うん、そうか。そうするとこうブレックスの選手、髪の毛長い選手ってあんまりいなくなってきたんで。アイザックぐらいじゃないですか、ね。ああ、アイザック選手も結構大変そうですもんね。アイザックも大変そうですね。自分より長いと思います。ですよね。はい、でもいつもほらこうまとめてるかわかんないけど、はい、普段はもうこうライオンみたいになってます。ああ、なんかこうアメリカのこう70年代のミュージシャンみたいな感じの、ね、そうですね、感じなんでしょうけどね。さて今日はね、テーマがこの番組先輩後輩なんですけど、荒谷選手こうね、ブレックスベテラン選手もたくさん揃いつつ個性的な先輩数多いと思うんですけれど、いかがですか。いかがですか。なんかこう先輩後輩となる、こう先輩でこう、まあでもなんか、うん、そうベテランの人が多いっても言われるんですけど、こう意外と先輩後輩がいい意味であんまない雰囲気っていうのがいいんじゃないかなと思いますね。まあなるほど、そうですよね。まあなんていうのかな、別に会社ではないし、例えばこうそのキャリアを持って入ってきて、でそのチームに所属した場合、そこで、まあ、新加入だから後輩っていうわけでもない。そうですね、そういうわけでもないですね、うん、あ、そうなんだ。やっぱり経験とか。そうですね、やっぱり、うん、そういう感じなんですね。プライベートでもどうですか、仲良くしている選手っていうのは。いやでも、うん、ヤンはご飯行きますけどね、やっぱり年も近いですし、はい、あ、そうなんですね。今になってやっと、うん、ヤンジャミン選手ね、高島と小川が入ってきて、はい、こう年が近い選手が増えたんですけど、はい、あと練習生の村木さんとかもいて、うん、でもそれまではもういなかったんで、シーズンの始めとかも自分とヤンぐらいしかいなかったんで、こう年が近い選手が、それでご飯行ったりはしてますね。はい、ヤン選手と行く場合はコミュニケーションはどういう感じ。コミュニケーションはもうなんか、うん、ただふざけた話してるだけですけど。韓国料理行ったりしますね。ああ、なるほど、宇都宮市内で。そうです、そうです。あ、そうなんだ、はい、じゃあヤン選手もここ美味しいよねみたいな。あ、そうです。ヤンが美味しい韓国料理をちゃんと美味しいって言ってるんで、うん、本当に多分美味しいんだと思います。あ、間違いないよっていう感じなんだね。自分も美味しいと思います。あ、そうですか。でもあれですよね、荒谷選手ラーメン好きということでも有名ですけど、はい、最近こうハマっている。ハマっている、まあ、まあ、名前言っても全然構わないですけど、まあ、でも割とこうあっさりめもう最近は好きですね、うん、醤油とか鶏そばとか。あ、鶏そば系ね、近くにもね、はい、美味しい。美味しいですね。しますけど、あんまりこだわらないですか。そういう、結構何でも好きですね。うーん、まあ、1週間でどのぐらい。1週間でも多いと4ぐらいですかね、うん、3から 4ぐらい。じゃあ ほとんど毎日に近い。2、3日に1回みたいな多い週だと4回になったりするみたいな。1日続いてもいいっていう。あ、続く時もあります。あ、そうなんですね、はい、へー。でもいろいろこう選手の皆さんもそうでしょうけど、いろいろね、そういうこう、ウェイトだったりそういったものとか、その食生活に対してって、ブレックス、まあ、バスケット選手どうなんですかね。そんなに、あれは選手は気にしてない感じですか。そうですね、まだ、うん、まだ気にしてないです。まだ気にしてない。なるほど。さて、先週末ですね、1月28、29日ホームブレックスアリーナ宇都宮で行われました。広島ドラゴンフライズとの2連戦ちょっと振り返っていこうと思うんですけど、ゲーム1コンディションを上げる比江島選手、得点を伸ばすも前半のビハインドが響いてしまい、66対72で残念ながら負けてしまったわけですよね。このゲーム1振り返っていかがですか。
まあ本当にこう、うん、前半ここにも今おっしゃられた通りで、はい、こう前半に悪い流れができてしまって、うん、まあ、そこからこう巻き返してこういいゲームにはできたんですけど、まあ、その前半っていうところは今週もまたそういう悪い流れになる、うん、ならないようにっていうのが修正点かなと思います、なるほど。そしてゲーム2は、ここは比江島選手が19得点、ホトゥ選手が21得点、11リバウンドを活躍して、守っては強力なこうオフェンスの広島を抑え込んで、ここはもう81対73で勝利を収めるわけですけど、前日のリベンジ、これ成功ということで、はい、これもうゲーム1のその初日と1日目とやっぱ変えていこうというところが、そうですね、まあでも細かい部分だったんで、大まかなことはこう初日からまあこう全員が実行できてた部分もあったんで、はい、まあ、そこは継続しつつ、うん、まあ、もちろんチャンピオンシップに向かって2連敗もできないっていうのもありましたし、まあそれでまあ、こういいオフェンスっていうのが、ディフェンスは多分点数的にも変わってないんですけど、はい、オフェンスがこう改善できたのかなと思います。なるほど、そこで宇都宮ブレックスが現在17勝17敗、B1 の東地区5位ということになっているんですけれども、これ西地区首位争いしている、これ強豪ですよね、広島。そうですね、相手にね1勝1敗ということですけども、いやこれからね会見で笹田ヘッドコーチもこの2試合チャンピオンシップ進出をかけた重要な2試合だったと話していましたけど、チームとしてはこう広島相手はどんな意識を持っていったんですか。まあ、広島さんっていうのもあれですけど、うん、こうやっぱりこの広島戦の前4連勝してて、はい、こう上位チームともこう苦しい試合が多かった今シーズンで、うん、ここで、まあ、自分たちがやっといい流れになってきているところで、はい、西地区の上位っていうのは、うん、こうすごいチャンピオンシップに向けてもこう自分たちの力も試せるし、うん、こうすごい重要な2試合だったかなと思います。そこでこう1勝1敗と、まずまずこうゲーム2勝てたっていうことは大きいところありますよね。そうですね、まあ、とりあえず2連敗しないっていうのがすごい大事だったんで、1試合目負けてしまった後、そこはこう勝てたのが大きかったかなと思います。しかもホームですからね、はい、さてそんな荒谷選手というと、こう限られたプレータイムの中でも果敢にこうゴールを狙ったプレーを見せているわけですけど、こうどんなことを意識してこうプレーしてますか、ブレックスの中で。まあ、ディフェンスはこうすごい一番うちのチームだと大事なことなので、はい、まあ、そこはもちろんなんですけど、まあ、オフェンスの部分はまあこう思い切りよく自分のプレーができたらいいなっていう、こういうレイアップにリングに向かうっていうのが自分の得意なプレーなので、はい、うん、まあ、それは意識してます。うん、ここ数試合こうポイントガードを任されるっていう、そういうね時間帯も増えていますけど、実際にこうプレーしてみていかがですか。まあ、難しさはあるんですけど、うん、まあ、こうまだチャレンジしてる段階なので、ええ、もう思い切りよくっていうのは心がけてやっていて、うん、まあ、その中でも自分の得意なこう早い展開っていうのが今求められていることでもあるので、はい、うん、そこはこう楽しんでチャレンジできてます。それはやっぱりヘッドコーチからの、そうですね、指示とかもあって、はい、じゃあもう今本当にチャレンジ中のところだってことですね。まあ、さっきお話にあった若手高島選手活躍なども、まあ、ある意味いい刺激受けているんじゃないかなと思うんですけど、こう若手選手同士のコミュニケーションというのはどういう感じで言ったんですか。まあでも本当に、うん、まあ、まだまだ分かんないこと、自分も分かんないことも多いので、それはこうお互いこうコミュニケーションを取ってやってるんですけど、それでも、うん、まあ、やっぱりディフェンス、自分たちができる、一緒に出てて、やっぱ求められてるのは、こうエナジー出して、アグレッシブなディフェンスをするっていうところだと思うんで、そこはこう常に高島だったり、一緒に出た時は話してますね。うん、その辺はやっぱり若手選手が頑張ってという。まあそうですね、自分たちエナジー出して、エナジー出してやっていければいいと思ってます。ね、まあ、シーズン続いているわけですけど、ブレックス今週末4日土曜日5日日曜日、アウェーの今度新潟乗り込んでの2連戦になりますけど、これ新潟の印象っていうのは、そうですね、すごい強力な、うん、こうビッグマンの選手もいますし、こう3とかが入り出すとこう勢いに乗ってしまうチームなので、うん、そこはこう、うん、まあ、今週の練習でも注意しながらやってます ね、 ね、その新潟のこうアウェー戦という新潟でのこう印象ってあります、そのアウェーの新潟の試合。アウェーの新潟ですか。うん、まあ、いろいろね、そのホームとまた違うそれぞれのこう各地でのね
まあ、応援であったりそういうところもあるんでしょうけど、まあでも、うん、すごい若い選手が多いので、うん、そこはこう怖いというか脅威なのかなと思います。なるほどね。ね、ちょうどシーズン的にはこう寒いシーズンで新潟も多分寒いんですけど、確かに荒井選手この、ねね、2月1月からだいぶまた寒さが続いている中では、その中でこう移動しながらの戦いで気をつけてることとかってありますか？まあ、でもこうやっぱり体が固まりやすいっていうのもありますし、はい、寒いと。そうですよね。そうですね。そこストレッチとかはやっぱりこうすごい大事かなと思います、うん、疲れが抜けにくくなったりするんで、冷えると、まあでも自分は割と慣れてる方なんで、寒さ苦手な選手は誰ですか？あ、どうなんですかね、誰苦手なんですかね。寒さんとかもめっちゃ寒がりだ。ちゃんと温めてるイメージありますけどね。周平さんとか。あ、そうなんですね。でもやっぱり確かにね、このシーズンのこの寒さの中でというところの怪我をしないようにっていうのもあるだし、ね、今年寒いですもんね。本当そうですね。ぜひじゃあ荒谷選手、試合への意気込みを聞かせてください。横浜、うん、あ、横浜じゃないね、広島、広島戦で、はい、こう広島戦の2試合目もこういい形で自分たちのバスケットができてたので、まあ、それをこのアウェーでの2試合なんですけど、うん、まあ、しっかり2つ取ってまたホームに帰ってこれるようにしたいです、ね、はい、ぜひね、アウェーですけど、はい、2勝期待してます。ありがとうございます、はい。この試合の模様をバスケットライブでもご覧いただけます。選手の後押しをぜひお願いします。さあ、それではですね、最後にラジオをお聞きのリスナーの皆さんにぜひメッセージをお願いしたいと思います。どうぞ。はい、まあ、シーズンも半分過ぎてこう自分たちも、まあ、苦しい状況もありましたけど少しずつ良くなってきているので、今シーズンも、あ、今週末もしっかり2勝してホームに帰ってきて4連勝か5連勝トータルできるように頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。はい、今日は背番号11番荒谷博秀選手にお越しいただきました。ありがとうございました。以上、ございました。ゴーゴーブレックスでした。ゴーブレックス。オープライジング。